皆さんこんにちは。相撲界のみならず世間にも大きな衝撃を与えた宮城野部屋での暴行事件。弟子の暴行を知りながらも指導をしなかったとして元白鵬こと宮城野親方は2階級降格や減俸などの厳しい処分が課せられました。しかし宮城野部屋の処遇については未だ先が見えず心を痛めているファンも多い状況です。そんな中、元小結旭秀山ことラバーバトバヤル氏が日本相撲協会への不満と怒りをぶちまけたのです。モンゴル出身者で初めての関取となった元小結旭秀山、2006年に引退した後は日本の相撲界には残らず母国であるモンゴルに帰り建設や貿易などを手掛ける実業家へと転身しました。また2008年からはモンゴルの国会議員を1期4年間務め大統領補佐官も経験。現在は企業経営に勤しむ傍らモンゴル相撲協会の会長を務めています。ある大相撲担当記者は旭秀山と宮城野親方の関係についてこのように語ります。15歳で来日した宮城野親方はその頃まだ体が出来上がっておらずどこの相撲部屋からも声がかかりませんでした。そこで旭秀山が元幕内筑波山こと先代の宮城野親方に口を聞きなんとか入門にこぎつけさせたのです。モンゴル人関取第1号の旭秀山に憧れていた宮城野親方は5人の入門希望者と共に15歳の時に来日しました。アマチュア相撲の名門である物流会社摂津倉庫で仲間と稽古をしながら入門の機会を伺っていたそうです。ところが当時の宮城野親方は175センチ62キロという細身体格に恵まれた少年から次々と相撲部屋にスカウトされていく中もやしのような宮城野親方は親方たちから見向きもされませんでした。失意に暮れてモンゴル帰国を決意した。ちょうどその時引き取ってくれたのが弱小部屋の宮城野部屋の先代宮城野親方元前頭筑波山でした。そしてその先代宮城野親方へ口利きをしたのが旭秀山。いわば宮城野親方にとって旭秀山は日本の相撲界に足を踏み入れきっかけを作ってくれた恩人です。今でも宮城野親方が旭秀山を兄貴と呼んではばからないのはそれが理由です。ちなみに宮城野親方は痩せていたので最初は相撲の稽古をさせてもらえなかった。とにかく体重を増やすために食べてばかりいた。吐くまで食べていたからね。まあ食べたものを吐くのは罪なんだけど稽古より辛かったと入門当時は体重を増やすために食べることが稽古よりも辛いものだったと振り返っています。今の宮城野親方を取り巻く状況について旭秀山に聞くと僕が最も問題だと思っているのは日本相撲協会が白鵬をいじめすぎだということですと答えました。現在宮城野親方は弟子だった元幕内北青鵬の暴力を止められず監督責任や日本相撲協会への報告義務を怠ったなどとして各界から追放されそうな状況です。処分に関しても委員から年寄りへと2階級降格させられる極めて重い内容でした。さらにこの4月から宮城野部屋は所属する伊勢ヶ浜一門の預かりとなってしまいます。さらに旭秀山はこう続けました。これまでも各界では若い衆がどつかれたとか暴力が隠蔽されたとかそんなことは数えきれないほど繰り返されてきました。でもそれだけで部屋を取り上げられるまで追い込まれた親方はいないでしょう。この度の白鵬に対する仕打ちは厳しすぎます。北青鵬の暴力は公表されている内容よりもひどかったと言われています。ただ旭秀山が言うように過去の暴力問題に対する処分と今回の宮城野親方への処分については差があるのは事実です。昨年2023年陸奥部屋でも暴力隠蔽問題が発覚しましたが協会ナンバー2の事業部長だった元大関霧島こと陸奥親方の処分は報酬減額にとどまりました。日本相撲協会がかつての貴乃花や現在の宮城野親方などの気に入らない敵は排除してきた一方お仲間には甘い対応を繰り返しているようです。今回の大阪場所が始まって 2,3 日目に旭秀山はモンゴルから宮城野親方に電話をかけていたそうです。旭秀山はこの電話の内容についてモンゴルのメディアでも宮城野部屋が消滅しそうな状況について日本人が白鵬をいじめすぎだと問題になっています。そんな中で僕のところにある記者が取材に来た。だったら直接聞いてみるよと白鵬本人に電話しましたと話し始めました。すると宮城野親方は
1,2 分の短い時間でこのように語ったそうです。本人は落ち込んだ声でしたが、僕の責任ですから一生懸命頑張ります兄貴と言いました。日本相撲協会や他の親方衆への文句は一切なかった。男だなって思いましたよ。今後旭秀山は宮城の親方の処遇次第では日本の文部科学省に厳重な抗議を行う予定だそうです。日本相撲協会からはあまりいい顔をされていない宮城の親方ですが、過去に相撲が楽しくてならない、次の場所が待ち遠しいですよ、1日平均20番合計100番稽古をすると語っていたほど相撲を愛し、常に向上心を持ち続けて稽古に励んでいました。圧倒的な強さを見せる反面、意外と天然な部分もあったとある記者は語りました。それは2010年初場所の初日のこと。なんと横綱土俵入りで競り上がりを忘れるというハプニングがありました。相撲では鶴竜に快勝しましたが、支度部屋での囲み取材が解けて報道陣が散った後、宮城の親方のところに近づき、今日の土俵入りで競り上がりを飛ばしたでしょうと尋ねたそうです。すると宮城の親方はバレてました。今日から四股の踏み方を変えたので、そればかりが頭にあって、歌手は歌詞を間違えてもそのまま歌うでしょう、それとは違うか、と照れながら答えていたのだそうです。確かに横綱として言動にやや問題があったのも事実です。そうしたことから宮城の親方を傲慢な人物と思っている人もいます。おそらく相撲協会もそうなのかもしれません。しかしその記者から見た宮城の親方は本当に相撲が好きで屈託のない好青年だったそうです。朝青龍の時もそうでしたが、日本人が考える横綱像とモンゴル人のそれとの乖離は指導する側の部屋や相撲協会にも問題があったのではないでしょうか。横綱時代の後半に増えた立ち上げや張り手といった勝つために手段を選ばない取り口は、横綱は絶対に負けてはいけないという人並外れた負けん気の強さ、そして使命感の表れだったのではないでしょうか。宮城の親方はあるインタビューの際、地下にある邪悪なものを取り払うという意味があると四股の本来の意味を説明していました。宮城の親方が白鵬として14年以上も横綱を張れた秘訣としては、筋力トレーニングよりも四股や鉄砲といった相撲古来の鍛錬法を大事にした点もあります。さらに相撲の歴史にも興味を持って勉強しており、日本人力士以上に造詣が深い、それゆえ大相撲の良き伝統を弟子たちに伝えていける資質は十分あると思います。日本相撲協会の対応に関しては、旭秀山のみならず相撲ファンたちからも疑問や不満の声が上がっています。今後の宮城の部屋と宮城の親方の処遇について注目が高まります。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。